ルハンシクテプロボーズは、ウクライナルハンシク州、ルハンシクに存在する機械製造企業。2016年まで鉄道車両などの生産を行っていた。かつては、ハルトマン工場、ルハンスク蒸気機関車工場、ルハンスクディーゼル機関車工場、ボロシロフグラードディーゼル機関車工場という名称だった。ルハンシクテプロボーズの前身となるハルトマン工場は、 実業家のグスタフ・ハルトマンによって1896年に設立された。同年から1900年まで工場の建設が行われた後、最初の車両となる OD 型蒸気機関車の製造が始まった。それ以降は高い生産能力や規模を活かし、ロシア帝国を代表する鉄道車両工場として多数の蒸気機関車の製造を実施した。 ロシアソビエト連邦社会主義共和国の樹立に伴い、1918年に工場の国有化が実施され、ロシア革命の最中には赤軍向けの走行列車や機関銃の生産が優先された。ソビエト連邦成立後は蒸気機関車の生産が再開され、1928年以降は大規模な工場の再編が行われた。 1933年に完成した時点で、ルハンスク蒸気機関車工場の規模は、ヨーロッパ1位、世界でも2位に膨れ上がった。また工場内には、社会インフラも整備されており、住宅地や診療所はもちろん、保育園や幼稚園、文化会館、さらに750人収容の10月劇場、と呼ばれる劇場も設置されていた。第二次世界大戦勃発後は、 走行列車をはじめとする、軍用製品の生産が優先され、蒸気のインフラ施設も閉鎖された。ルハンスクが、ドイツ軍によって占拠された際工場は破壊され、被害総額は2億7200万ルーブルにも上った。それでもドイツ軍撤退後の1943年から、工場労働者たちにより復旧が進められ、終戦後の1945年10月から、 蒸気機関車の生産が再開された。1956年、ハリコフ機関車工場が設計したデサン型ディーゼル機関車の製造を行うようになり、同年10月に工場の名前がルハンスクディーゼル機関車工場へ変更された。それに伴い工場の生産ラインや技術的構造、組織などがディーゼル機関車の設計、製造に適した形へ改められた一方、 同年をもって1万2000両以上が作られてきた蒸気機関車の製造は終了した。名称変更当初は、手3型の生産と並行し、本線向けの液体式ディーゼル機関車を多数、試作したが、1961年の2手10リットル型以降は、電気式ディーゼル機関車の生産が主流となった。特に1965年以降製造が行われた。 M62 型は当初、ハンガリー向けに製造されたが、以降は、ソビート連邦、キューバ、東ドイツ、チェコスロバキア、モンゴルなど、東側諸国へ長期にわたり大量生産が行われた。またに手10系以上の馬力を持つにて116型についても、機器の改良や、車体デザインの変更などを経て2016年まで、製造が続けられた。これらを含め、 ソ連運輸通信省が所有していたディーゼル機関車のうち実に95%がルハンスクディーゼル機関車工場製の車両であった。1991年のソビエト連邦の崩壊後、所在地がウクライナの領地となった工場は、鉄道車両製造工場から、転車台、鉱山用の機器、農業機器、産業用ロボットなど様々な機械を手掛ける機械製造工場への再編が行われた。 さらに1995年9月には国家持ち株会社として工場を所有するルハンシクテプロボーズが設立された。鉄道車両についてもソ連時代から生産が続いたディーゼル機関車に加え電気機関車や電車、機動車、路面電車の製造も行われるようになった。2006年3月、ウクライナ政府の集財産基金は持ち株のうち76%を売却し、 民営化することを承認し、翌2007年に競争入札の結果、ロシアのトランスマッシュホールディングの子会社である、ブリャンスク機械製造工場へ2億9250万、フリブニャへ売却された。しかし、入札時に、ウクライナ企業が排除されるなどの問題点が指摘され、2008年に最高裁判所の判決により、上記の入札の結果は取り消された。だが再度行われた。 入札の末、結局2010年に、ブリャンスク機械製造工場が株を購入し、ルハシクテプロボーズは、トランスマッシュホールディングの参加企業となった。なお、2009年には、品質マネジメントシステム企画である ISO9001 を所得している。2014年ウクライナ騒乱の中で、ルハーン宿州は、ロシア連邦への編入を求める派閥が、実行支配し、 ルガンスク人民共和国として独立宣言を発表するなど大きな混乱に巻き込まれた。その中でルハンシクテプロボーズも海外からの部品輸入が混乱になったほか砲撃を受けるなど大きな被害を受けた。電力の回復とともに生産活動は再開したが部品の納入や完成品の輸出が混乱な状況は続いた結果2015年3月上旬に 工場の創業が停止した。ただし機関車の製造はそれ以降もわずかながら続けられ、部品調達が困難な中で2016年までロシア、連邦向けのディーゼル機関車の生産が行われた。最後の車両となったロシア鉄道向けの2て 116U-0339 が完成したのは同年3月である。液体式電気式115年以上の歴史の中で、ソ連時代、 ウクライナ時代も含めるシクテプロボーズやその製品は政府や州、日本市などで表彰や勲章を80回以上獲得している。日本市における車両の出来栄えや用いられた最新技術のみならず工場の高い技術、第二次世界大戦後の復興、障害者雇用なども高い評価を得ている。特にソ連時代には1947年にレーニン勲章を 1971年に10月革命勲章を受賞している。ありがとうございます。